皆さんこんにちは。瞑想中のチャンネル赤股影湯でございます。今回はですね、うだつの上がる町美濃散歩でございます。ずいぶん前に一度来たことがあるんですけども、あの時は時間がなくてあまり町を散策できなかったので、今回はもっとゆっくり町の散策をしてみたいと思います。美濃といえばですね、うだつと和紙が有名ですね。うだつというのは火事が起きた時に隣の建物に火が移らないように作られた構造物で、昔はですね、東京などでも見られたそうですけれども、現在残っているところは少ないそうです。こちらが周辺の地図ですね。現在地がここです。ピンク色になっているところを歩くとですね、うだつを見ることができるということですね。ちなみに美濃という地名はですね、木簡の時代からあるそうですから、日本に文字記録が現れた時にはもうすでに美濃という地名があったんですね。ちなみにですね、昔の美濃っていうのはですね、今の美濃市と比べると全然規模が違ってですね、昔はもっと広いエリアだったんですが、現在の美濃市は岐阜県の一部になっておりまして、その中で観光の中心はですね、今ご覧になっているエリアということになります。屋根の上にちょっと突き出ているのがうだつですね。こちらにもあります。これがですね、この町の一つの売りなんですけども、もう一つ美濃といえば和紙が有名なんですね。なぜ美濃が昔から和紙の産地だったかって言いますと、和紙の原料になる楮っていう植物が昔は豊富だったと、それと綺麗な水があるっていうことでですね、美濃は和紙の名産地になってるってことらしいですね。ちなみに正倉院の中にも美濃の和紙ってあるらしいです。当時は写経とか戸籍を記録するために使われていたらしいですね。ですから美濃で作られた和紙っていうのはですね、奈良とか京都に運ばれて使われていたっていうことなんで、かなり昔から人の往来っていうのは盛んだったのかもしれません。さあ道を歩いてますとね、こちらコロッケ屋さんがありましたので、まずはこれいただいていこうと思います。食べ歩きできる感じになってんですね。もうこの時点でですね、かなり空腹になっておりますので、創業当時から変わらない製法を守っているコロッケいただきました。さらに道を歩いていきます。街の感じはこんな感じでですね、非常に綺麗に整備されてるんですよ。正面に招き猫が見えます。これと同じような招き猫がですね、この町の四隅に配置されているわけなんですが、それについては後でまたご紹介いたします。この道路もですね、うだつを見ることができる道路ということになっております。この日は平日でしたので、観光客の姿はほとんどなかったですね。多分土日祝日はですね、結構観光客が来るんだと思いますけれども、平日はまあこんな感じですね。左手に見えてるのは甘味処ですね。まだかき氷を売っていますが、この動画はですね、まだかなり暑い時期に撮影したものです。今まで編集サボってました。どうでもいい話ですけども、この日もですね、そば友達と一緒でございます。人影がなくて非常に静かです。街並みは綺麗でですね、ゴミとかも全然落ちてないですね。こちらがですね、和紙のお店ですね。先ほど申し上げた通り、美濃といえば和紙、正倉院の時代からの名産地ということでございます。ちなみにですね、美濃の紙というのはですね、消費地は京都あたりだったらしいんですけども、先ほどのマップにも映ってましたが、この町はですね、長良川のすぐ近くにあるんですよ。ということでですね、16世紀の戦乱の頃にはですね、長良川を使って桑名に紙を運ぶという水運ルートが利用されるようになってたみたいですね。川を使って紙を運ぶとですね、陸路より安全だったし、運ぶのも早かったっていうことでですね、昔からかなり遠くまで紙が運ばれていたってことらしいですね。この辺りではですね、かなり山の中で自動車で行くのも結構大変なんですけれども、ずいぶん昔からですね、遠方との交易が発達していたってことになりますね。ちなみに江戸時代にはですね、美濃の紙っていうのは専売制になってたらしいです。確か紙っていうのはですね、昔は非常に貴重なものだったって聞いたことあるんですけども、確かに紙を作るのっていうのは非常に手間がかかりますからね。工業的に大量に作られるようになるまではかなりの贅沢品といいますか、高価な商品だったんでしょうね。この招き猫がですね、町の四隅に配置されているうだつ招き猫の一つです。
説明書きの最初に出てくる金森長近っていう人はですね、もともとは金森有親っていう名前だった人なんですが、紆余曲折あって織田信長の父親である信秀に仕えることになったんですね。その後代替わりしてですね、織田信長にも仕えることになり、その信長から一文字もらって有親から長近に名前を変えたと、そういう人です。ということで、ここには江戸時代初頭って書いてありますが、金森長近っていう人はですね、信長とか信長の父親とかそのぐらいの時代の人なんですよ。ということで、江戸時代初頭って言っても本当の初期ですね。ちなみにですね、金森長近の弟っていうのがですね、安楽庵作伝っていう僧侶なんですけども、一説にはですね、落語の生みの親って言われてるんですよ。まあそれは余談なんですけども、金森長近はですね、江戸時代の初頭にここに城下町を作ったってありますけれども、さらにその前にですね、織田信長からこの土地の支配を任されていたようですね。ちなみに戦国武将としても結構活躍した人らしいですよ。こちらはですね、昔の庄屋でかつ紙問屋であった今井家の旧宅でございます。ここにですね、今回の散歩の一つの目標があるんですね。それっていうのがですね、水琴窟ってものなんですよ。水琴窟というのはですね、江戸時代に日本庭園を作る庭師が考案したものらしいです。庭師の秘伝ということでですね、大正時代ぐらいまではですね、日本庭園の中に水琴窟を作るってことは結構あったみたいなんですけども、その後ですね、ブームが去ってしまったのか、理由はよくわからないんですけども、廃れてしまうんですよ。ところがですね、昭和になってからテレビ番組がですね、幻の水琴窟発見ということで放送したところですね、再び注目されてですね、日本各地に残っている水琴窟が大切に保存されたり観光名所になったりしているってことなんですね。と言ってもですね、現在水琴窟を実際に見られるところって限られてるんで、非常に珍しいといえば珍しいわけなんですよ。で、この旧今井家にはですね、その水琴窟があるっていうことで、ここまで来たなら水琴窟を見ないで帰るわけにはいかないということでですね、食事をする前に水琴窟を見てみようということでですね、こちらに伺ったというわけです。こちらはですね、炊事場だと思うんですけども、これだけかまどがあるっていうことはですね、かなりたくさんの人がこの屋敷で生活していたんだと思います。この規模からするとですね、多分何十人という人がかつてはここで生活していたんじゃないかなと思います。もうかまども壊れちゃってますけれども、これはいつぐらいのものなんでしょうね。明治とかそのぐらいでしょうか。昔は食事を作るのも結構大変だったんでしょうね。こちらの部屋にはですね、火鉢が置いてありましたが、昔はですね、こういうので暖をとっていたので、冬はかなり寒かったんじゃないかなと思います。建物の裏手にはですね、広いスペースがありまして、この先にはですね、いろいろな展示物のある建物が並んでいました。昔はですね、これは蔵として使われていたものだと思いますが、今はですね、中に展示物がいろいろ展示されているスペースになっています。最初この奥に水琴窟があるのかなと思って奥まで行ってみたんですけども、実は水琴窟はですね、建物の中を通って中庭みたいになっているところがあるんですけども、そこにあるんですよ。かなり大きな蔵がいくつもありますんで、昔はここに紙を保存していたのか、それとも染料箱が積まれていたのか、その辺はわからないんですけどね。まあ多分ここはですね、この土地の最大の富豪の屋敷ですからね、かなりの規模でございます。では建物の中を見てみたいと思います。今建物の中から先ほどの道路を見ているところです。ここに昔の電話とかそろばんなどが置かれています。ということでですね、ここは自宅兼事務所みたいな使われ方をしていたんでしょうね。単なる家屋ではないということだと思います。ずっと畳の部屋が続いています。中はかなり広いです。そしてですね、この部屋にはですね、この建物の一つの見どころがあるんですよ。それがですね、この上の方にあるんですけども、もうしばらくすると映ります。ずっと上の方を見上げていきますと、ここにはですね、非常にこう高さがある明かり取りがあるんですよ。
なぜ煙突みたいにこんな高い明かり取りを作っているのか、その理由はちょっと謎なんですね。もうこれはですね、外から見たら煙突に見えるんじゃないかっていうぐらいですね、ずっと上の方に伸びている明かり取りなんですよ。まあ昔は電気がないですからね、これがあると確かに部屋の中は明るくなるとは思うんですけども、なぜこんなに長細い明かり取りを作ったのかは謎ですね。そして奥の方に進んでいきます。この建物ですね、結構中広いんですよ。ずっと畳敷きです。ちなみにこの建物に入るのは有料なんですけども、撮影はしてもいいということでございました。この建物はですね、美濃の観光スポットの中でも結構有名なスポットなので、さすがに他にも観光客の方いらっしゃいました。これがですね、水琴窟を作る時に使われる亀だそうです。この庭の中に水琴窟があるわけなんですよ。ということで、日本庭園に秘められた庭師の秘伝、水琴窟を見てみたいと思います。先ほどの庭に降りることができるようになっておりまして、少し先にですね、水琴窟があるわけなんですよ。こちらが水琴窟です。さて、どんな音がするんでしょうか。さあ、再び街を歩きながら食事に向かいます。途中こんな説明書きもありました。ナマコ壁って言葉は聞いたことがあったんですが、あれがナマコ壁なんですね。ナマコ壁っていうのは平らに焼いた瓦を漆喰でつなげて作る壁みたいですね。こちらは古い看板ですね。味の素の看板、味の素っていうのも随分昔からあるみたいです。さあ、そしてですね、今回食事をするお店の前までやってまいりました。こちらがですね、蕎麦屋さんなんですよ。お店の中に入りました。ちなみにですね、道を歩いている時はほとんど観光客の方の姿なかったんですけども、このお店はですね、ほぼ満席になっておりました。さあ、やってまいりました。こちらがですね、私が注文した天ぷらそばでございます。美味しそうですね。実際食べてみますと、歯ごたえと喉越し最高でございます。天ぷらも美味しかったですね。最近はですね、美味しい天ぷらやそばはですね、塩で食べるっていうスタイルもあるみたいなんですけども、まあ私はですね、やっぱりつゆですね。このつゆもですね、甘みと塩味のバランス、私好みでした。こちらはですね、そば友達が注文したそばとご飯のセットですね。そばは私が注文したものと同じです。そしてこちらにはですね、なぜかデザートがついております。私のカメラをそば友達に渡して撮ってもらってるんですが、撮影慣れてないのでちょっと斜めになったりしてますけれども、まあこんな感じ。これが漬物で、こちらがご飯、ひじきご飯ですね。これ美味しそうなんですよ。自分もこれも食べたかったなと思いましたね。そば友達の評価も非常に高かったです。ということで、今回の散歩はここまでです。また次回の散歩でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。